稲妻メンタルを発売した男の謝罪は潔く頭を下げた。リング外で行われたペットボトル、くるみのスマホ破壊問題から早2ヶ月、ようやくこの問題に終止符が打たれた。スーパーライジン以降会う機会がなかったくるみ、鈴木選手だったが、ライブ配信で約2ヶ月ぶりに対面した。第一声に謝罪をし、DM やメッセージで謝るのは違う。直接謝罪がしたかったと潔く頭を下げ、許してもらえた稲妻メンタル鈴木千尋の顔は笑顔で包まれていた。くるみさんも、鈴木選手は謝らなくていい。話が大きくなってしまってすいませんと謝罪をし、一件落着。最後はぬいぐるみにお前も謝れと謝らせ、お調子者の片鱗を見せた。二人とも解説席に座るライジン48。三度目が起きてしまったら、もう謝罪だけでは許されないが、果たしてどうなるのか。ただ、スマホがどうなったかはノーコメントだった。